近年、日本は武器製造を国産化しているのをご存知でしょうか。防衛装備移転三原則を改定し、ペトリオットをアメリカへ輸出決定していますし、次期戦闘機輸出で公明党と揉めていますが、日本防衛装備輸出解禁で日本はどうなるのか。今回は、和製トマホーク三菱ついに完成か、人に、意識も1年前倒し決定ペトリオット輸出、2024年防衛装備品輸出解禁に国連恐れるを詳しく見ていきますね。世界情勢を背景に、日本の立ち位置が変化していますよね。台湾の潜水艦は、あれ日本と同じような。2023年12月、年の瀬を迎える中で、日本の政権を担当する岸田内閣においては、主として安倍派の複数の議員らによる、いわゆる一連の裏金問題が顕在化し、野党側からの格好の攻撃の材料となった感が拭えない。こうした一連のいわゆる裏金問題の正規を受けて、公明党と連立与党を形成している自民党では、問題の沈静化を図るための派閥の解消の動きも伝えられる中、最優的な落としどころになるのか否か判然とはしていない。2023年末の日本では、大物芸能人の性加害疑惑や、トヨタ自動車傘下のダイハツ工業の不正の発覚など、各方面での不祥事の発覚が相次ぎ、2024年に、これらの進捗が、いかなる様相を呈するのかが、世間の耳目を集めている。そうした数々の不祥事が連日報じられる日本の状況の中にあって、防衛・政治関連の動きとして大きな問題となっているのが、防衛装備品の第三国への輸出をめぐる与党内での攻防であり、極めて重要な時期に差し掛かっている。ご存知のように、今の日本の岸田政権は、自民党と公明党の2党による連立政権であり、決して芳しいとは言い難い同政権の支持率を鑑みても、この防衛装備品の第三国への輸出をめぐる問題への対処は注目を集めている。そうした不安定な政権運営を余儀なくされている現岸田内閣ではあるものの、渦中の2023年12月には、防衛装備品の第三国への輸出ルールを定めた現行の防衛装備移転三原則の運用上の指針を改正する政治的な決断を行った。今回、岸田内閣が、この防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定したことにより、一部の対象国に対して、完成品の防衛装備品の輸出を認める政治的な決断を下した状態となり、日本の安全保障は新たな段階へ踏み出した形である。この防衛装備品移転三原則の改定を閣議決定によって、日本はこれまで海外の製造元の許諾を受けて、国内でライセンス生産を行っていた兵器の完成品の輸出を政治的に可能とする決断を下したこととなった。具体的に、これはアメリカのロッキード・マーチン社並びに RTX コーポレーション社、旧レイセオンテクノロジーズ社のからライセンスの許諾を受け、三菱重工業社が製造している地対空誘導弾ペトリオットを指している。地対空誘導弾ペトリオットは、日本では航空自衛隊に1989年から1996年にかけて配備が実施されているが、本国のアメリカでは MIM-104 パトリオットと呼称されている陸上配備型の防空用地対空ミサイルシステムである。MIM-104 パトリオット、日本では地対空誘導弾ペトリオットはアメリカや日本以外でも西側諸国を中心に世界18カ国で広く採用されている防空ミサイルシステムであり、本国たるアメリカでは、1982年から陸軍での実戦配備が行われている。この MIM-104 パトリオットからは、複数の種類、用途のミサイルの運用が可能となっているが、日本が導入した地対空誘導弾ペトリオットは、その中でも、PAC-2 弾と PAC-3 弾に対応した仕様で、今も併用が続けられている。PAC-2 弾は、敵の航空機や、一部の弾道弾の迎撃を目的としたミサイルであり、まず海上に展開するイージス護衛艦が搭載する対空ミサイルで、初手の迎撃を行い、これを突破された場合の最終的な迎撃手段として想定されている。そのため、
パック2弾を使用する地対空誘導弾ペトリオットは、展開場所から半径数十キロメートル圏内の低高度に侵入した目標を迎撃する防空ミサイルに位置づけられており、カバー可能な範囲は決して広くはない。また、パック3弾は、パック2弾と比較してより、弾道弾の迎撃に特化した仕様であるため、日本の航空自衛隊においては、弾道ミサイル防衛の最終手段として、2007年から実戦配備が行われており、高性能化する弾道弾への対処能力を高めたものとなっている。これは言うまでもなく、各種のミサイル開発を加速させて脅威となってきた北朝鮮への対抗手段として導入されたものであり、昨今の日本のミサイル防衛を担う上での用となる兵器として位置づけられているものだ。ただし、近年では敵国のミサイルも著しい性能の進化を続けており、飛翔速度においてはマッハ5を超過する、いわゆる極超音速兵器や弾道弾であっても飛翔する軌道を変化させるものが登場してきており、対応が求められている。展開場所から半径数十キロメートル圏内をカバーする地対空誘導弾ペトリオットの性能では、いわゆる極超音速兵器の速度を鑑みれば、対処時間が非常に短く、従来想定されていたような迎撃が困難となる可能性が顕在化しているためだ。ただし、油断は禁物だが、極超音速兵器は、未だ、実戦使用における有用性は、それらが謳う通りのスペックを証明したという段階にはまだなく、地対空誘導弾ペトリオットの防空体制が完全に凌駕されたという事態には至っていない。今も続く、この2024年2月末で3年目に突入しようかというロシア・ウクライナ戦争においても、ロシア側が喧伝する極超音速兵器ガス、スペック通りの能力を発揮したという確たる戦果は見当たらず、キレについては幸いとも言える。むしろ、未だ、ロシア側がウクライナで実戦投入しているミサイルの大半は、ウクライナに少数ながら供与され、首都であるキーウ周辺を中心に運用されていると考えられている MIM-104 パトリオットによって、その多くが迎撃されている。したがって、アメリカの MIM-104 パトリオット等の西側製の防空ミサイルの有用性は、現在のロシア・ウクライナ戦争においても、多くの場合において担保されており、未だ有効な迎撃手段であることは間違いないと言えよう。そのため、アメリカは、自国の軍が保有する中から、ウクライナへ供与した MIM-104 パトリオットの補填として、今回日本が決断した地対空誘導弾ペトリオットを、その穴埋めに活用する狙いがあるのだと見てよいだろう。今回の日本からの地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出の解禁は、ウクライナへの兵器支援を続けるアメリカの意向に沿う形で決断されたことは想像に難くないが、日本の防衛にとってはマイナスではないかとの指摘も一部から聞こえる。もともと日本の防衛省では、2023年秋に、今後の日本の防衛費の増額の必要性について、そもそも、防空用のミサイルが 40% ほども必要と、ほぼしき数量に足りていないとの見解を示していたこともあり、確かに、議論の余地はありそうだ。しかし、政治的な判断として、アメリカの要望に応えることが、日本の防衛の大きな一助を占めるであろう現状を思えば、政治決断として、それが優先された結果であることは、苦渋の決断だったとも考えられる。いずれにせよ、今回の地対空誘導弾ペトリオットのアメリカへの輸出は、今後の日本の防衛装備品の海外輸出に関する新たな可能性を示したものと感じられるが、その先に想定されるのは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機の輸出だと目されている。日本は、イギリス・イタリアと共同で GCAP グローバルコンバットエアプログラムによる開発に踏み出しているが、ここで完成した有人戦闘機を海外輸出することで、防衛装備品の拡販を実現することが唱えられている。いかにイギリス・イタリアと組んで、新たな有人戦闘機の開発が成功したとしても、前者らが輸出市場とするヨーロッパや中東方面と異なり、日本が担当するで、あろうアジア圏では、それを購入するほどの経済規模を持つ国は多くはないと個人的には思える。したがって、日本が
新たな防衛装備品移転三原則を踏まえ、殺傷能力を秘めた兵器の初の海外輸出に取り組もうとすることにはやぶさかではないが、有人戦闘機が完成しても、決して平坦な童貞と考えるべきではないと思える。